はい、今回もやってみましょう。続きからですね。ハイタワーの居場所は本当に知らないの。気が疲れましたね、光龍様。起きますね。ここはアストリア王国の首都、回廊都市マルガです。そうなんだ。あ、すいません。君はキリカトワ・アルマ、ウェルラントより参りましたディーバ・マギカです。どうぞキリカとお呼びください。待って、ねじれてる。まあいいか、ちょ、抜いちゃうとね、あれなんで。まあねじれてるんですけど、まあいいか。少し待って。わかった、よろしくキリカ。そういえば、君の歌からは何か不思議な力を感じたけど、ディーバ・マギカって。はい、ドラゴンの心とその存在を感じ取り、彼らの意志を世の人々に伝える、それが本来ディーバ・マギカの役目です。遥かな昔、たくさんのドラゴンが健在だった頃、人々は歌を、ルーンソングを通じてドラゴンとの交流を行っていました。ドラゴンが滅びた今、そのような交わりは失われましたが、ルーンソングが忘れられることはなく、現在まで歌い継いできたものがディーバ・マギカです。ディーバ・マギカとなる者は、幼い頃からドラゴンについての教えを受け、正しく歌えるようにさまざまな修練を重ねております。ただそのルーンソングを届ける相手がいないことに、私は寂しさを感じていたのですが、まさか光龍様にお会いできる日が来るとは。世界のどこかで眠りについていると聞かされて以来、ずっと私は光龍様に憧れ続けていました。だからもう本当に嬉しくて。嬉しすぎやろ。いえ、失礼いたしました。光龍様、至らぬところもあるかと存じますが、これより先おそばで仕えさせてください。それはいいけど、僕の名前は分かっております。分かってます。ユーマ様こそ光龍様であるということは。僕が光龍ね。まあいいか、それでも。こうして好意を向けてくれるんなら。ちょっとね、この時のユーマはちょっとナイーブすぎるんですよね。誰だと思われてても構わないさ。これがキリカの何、これ宿命玉みたいなもんか。おはようキリカ。あのお兄ちゃんの様子は。あ、目を覚ましてる。お母さん、お父さん。お母さん、あれがこの宿や海猫邸の娘でプリムラという子です。まもなく店主のエマさんもいらっしゃるでしょう。なるほどね。ほら、お母さん。
か。あらあら、よかった。呼びかけても起きないから心配していたのよ。この人の声は、ランの声ですかね、コナンの。そうだったんだ。それはどうもありがとうございました。姫様の下でお待ちよ。朝食も用意してあるから、詳しいお話はそちらでね。あ、ほら、ランの声じゃない、ランの、ランの声ですね。姫様、コナンの新一の恋人の、交流様、恋人かどうか知らんけど、まあ新一が好きなんですよね、ランは。昼食を食べましょうって的な感じですかね。おはよう。昨夜は大変だったわね。疲れは残ってない？どうしたの？ポカンとしちゃって。どうしたの？ポカンとしちゃって。いや、姫様が下で待ってるって言われてきたんだけど、それってもしかすると姫？ああ、もうエマさん、町にいる間は姫様はやめてって言ったじゃない、うん、あらあら、うっかりしていたわ。ごめんなさい。じゃあやっぱりソニアが姫様？え、そんなに意外だった？それじゃあ、まあ改めましてご挨拶を。私がアストリア王国第一王女ソニア・ブランシュですわ。それはどうも。僕はユーマ・イルバーンです。ソニア様？様？もう、なんでそんな風に。様はいらないわ。昨日と同じようにソニアと呼んでくれればいいから。怒ってますね。ごめん。でもどうして王女様がこんなところに？こんなところで悪かったわね。うちはドラグナーのみんなが集うこの町で一番の宿なのに。なるほど、この町で一番の宿なんだ。そんなに怒らないで、プリムラ。それでね、ユーマ、ここで暮らすドラグナーたちの世話係として私も一緒に宿泊してるのよ。ドラグナーってキリカやあのエクセラって人のことなんでしょ？長いな。ソニアもそうなの？長いな、このムービーがさ、長いんだよね。私は違うの。いつかドラグナーになれるように修練を積んでる最中って感じかな。ところでね、ユーマ、これからのことなんだけど。ソニア、とにかく交流様をお城にお連れしませんか？詳しいお話はそこで王様からの方が。そうね、そうしましょう。ユーマ、一緒に来てくれる？王様に会うなんて少し緊張するけど。どう？うん、分かった。どこにでも行くよ。ソニアのなんか手に入れたぞ。ちょっとね、王林、あ、王国か。私がアストリア国王アルベールである。これは、オーソンの声ですね。よくぞ我が城に参られたな、ユーマ殿。前の回で言った、あれだ。あ、はい。なんだっけ、なんだっけ、そう固くなるな、ユーマ殿。いや、ユーマで構わんかな。まあいいか、まあいいか。それで、また思い出したらいい。結構です。ではユーマ、早速だが、そなたにここまで来てもらったのには理由とな。交流のことですか？察しておったか。パパッと、そうだ、そのことなのだ。でやってみましょうか。だが我々は帝国のようにそなたを閉じ込めたり拷問めいた扱いをする気は毛頭ない。
その全てはそなたの気持ち一つ。我々の頼みを聞くも聞かぬも、そなたの自由なのだ。その上でお願いするが、どうか我々に光竜の力を貸してはもらえんだろうか。我が国は10年近くの間、大陸から海を渡ってくる帝国軍の侵略にさらされ、国土のかなりの部分を掌握されてしまった。首都であるこの回廊都市マルガは堅固な城壁のおかげで今のところは安全だが、これから先どうなるかは分からん。それに帝国軍に占領された地域の民はかなり過酷な扱いを受けているとの情報もある。私は国王として民を救わねばならんのだ。それはわかります。帝国のやっていることは確かにひどいです。ゲイルリッツ監獄では残酷な実験が行われているのをいろいろと見ました。ならばぜひ力を貸してもらえぬか。待って、今光竜の力がアストリアに加われば、帝国をアルフヘイムから追い払うこともできよう。僕もあんなことはやめさせたい。でも光竜の力は使ってはいけないんです。光竜の力は悪いものではないはずよ。だって私とキリカを助けてくれたんだもの。悪いものではないかもしれない。だけど僕にはやっぱり、もうじれったいわね。光竜の力はあなたにとって何なの？それはだから、あの、はっきり答えてよ。自分のことなんだからもっと自信を持って。そんなことじゃ私たちだって納得なんかできないわ。それにあなたの方もきついな。おい、ソニア、いい加減にしなさい。そうやって攻め立ててはユーマも返事のしようがないではないか。え、私は別にそんなつもりは。いえ、そうね、ちょっと言い過ぎたわ。ちょっとこれつい、カーッとなってしまって。すげえ小さくね。申し訳ございません、お父様。まあ、差し出がましい行いをしてしまったこと、心よりお詫びいたします。それにユーマもごめんなさいね。あなたにだって力を使いたくない理由があるはずなのに。いや、いいんだ、僕の方こそ。うん、そうだな。だがこれは私が悪かったのかもしれん。助け出されてすぐこのようなことを切り出されたのでは、心の整理がつかぬのも無理はない。この件は後で改めて話し合うとしよう。戦いの最中とはいえ、その程度の時間はある。しばらくはこの町にとどまり、ゆっくりと考えた上で改めてそなたの答えを聞かせてくれ、ユーマ。それでよいかな。あ、はい、わかりました。王様がそうおっしゃるんなら。そう、次、案内するよ。案内するよ。まあマップのあれがある、いろんなことができるよってことですね。じゃあまず参加。自分どれ？自分どれ？自分がわかる。
会おうか、自分。待ってね、メンバー入れ替えでさ、あ、これは変わんないんだね、ここは。まずこの人か、この人を、いやんまけん、このよろしくお願いします。この人なんかなんかこれも見たんで、なんとかやっていけるんじゃないかな。リゼルをなんちゃら、これはなんかあれだろ、なんか変えたりクエストを受けたりできるってことですよね。はいはい、はいはいはい、いらっしゃい、好きに選んでくれ。あ、クエストじゃなかったわ。なんかご利用ありがとうございました。次は向こうですね。ご機嫌いかがですか。おう、ご機嫌いかがですか。ポーション、いろんなね、これ持っといた方がいい。この人ですね。この人見つめる、話す。保険を渡しに何か用ですか。うん。なんかわかんないけど上がらなかったね。何かご用でしょうか。上がったらなんかあれなんですけど、あ、一番下が良かったかな。まあいいか。まあ誰になるかは、こっちじゃありません。自分もわからないようにしていたいと思います。多分ね、元気か？この人ですね。この人は、なんかクエストかな？まあ、この辺はもう、アイテムやスキル、アイテムやスキルのなんか、あれの、あれですね、これクエストじゃないんですか。クエストは違うんすか。はい、これはもう、ここはもう、ボムのとこは全部したいな。はい、こういうとこはね、全部ね、全部分かってるんで、ほとんどね。あれ、いらっしゃい、何を練習する。ふん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 、まだ話せないのかい。へえ、そうかい。
どうも。さて、いいな。あ、これか。休めて。いや。何？違うのか。こっちか。あら、お帰りなさい。あなたたちのことを待ってた人がいるのよ。ほら、バローズおじさん。あの子がそうよ。おお、待ちかねたぞ。お前が例の交流を宿している少年か。この人もごっついな。話は聞いておる。バローズだ。よろしく頼むぞ。この人ってごっついよね。なんかこの。こちらこそよろしく。強そう。あのね、ユマ、この人はお父様と一緒にずっと戦ってきた方なのよ。アストリアの騎士団で団長を務めているわ。ねえ、バローズ団長、あなたが海猫邸に来たってことは、またドラグナーに何かの依頼があったのかしら。は、実はですな、姫様、町の外に凶暴なモンスターが現れまして。モンスター？お城の騎士団では対処できないぐらい強そうな相手なの？ドラグナーでなければ太刀打ちできないほど？詳しくは分からんのですが、あいにく騎士団の方でも別の案件が立て込んでおるものですから。そう、分かったわ。じゃあその依頼についてはドラグナーたちにお願いしてみる。ねえ、ソニア、この宿にはキリカ以外のドラグナーもいるんだよね？ええ、そうよ。海猫邸を拠点にしているドラグナーはキリカの他にあと2人、全部で3人いるの。アストリアの公式な任務がない時には私が窓口になって、マルガの町の人たちから相談や依頼事なんかを引き受けたりしてるのよ。マルガに限らず、アストリアの人々はみんなドラグナーに憧れと称賛の眼差しを向けて、とても頼りにしているから。そもそもアストリアが建国されてアルフヘイムを治められるようになったのは、代々のドラグナーが活躍したおかげだから。当然よね。アルモニクスを奏でて特別な魔法を使いこなし、誰よりも勇敢に戦うドラグナーにアストリアの人々は守られてきたの。アルモニクスってキリカやエクセラが使ってたあの楽器みたいな武器のこと？そうよ。大昔、あなたに宿っている交流がアルモニクスを生み出して人々に与えたと言われているわ。アルモニクスは全部で7つあるけど、そのうち3つがアストリアに残されているの。大陸にあるエルフの国ウェルラントにも3つ、そして最後の1つはあの帝国の公主が持ってるってわけよ。ウェルラント？そういえばキリカはそこから来たって言ってた。どうして彼女はここで戦ってるの？アストリアとウェルラントは昔からの同盟国なの。エルフたちにとってもここは先祖の暮らした大事な地だから。さてと、モンスターの依頼の件だけど、ひとまず私が様子を見に行ってくるわ。ユーマは宿でゆっくりしててね。ソニアが行くの？一人で？一人で？偵察ぐらいでドラグナーを煩わせるわけにはいかないでしょ。お父様の名代としてドラグナーを手助けするのが私の役目だもの。ああ、姫様、その偵察の方ですが、念のためこのユーマも連れて行ってみてはいかがですかな？大丈夫よ、バローズ団長。相変わらず過保護ね。偵察ぐらい別に私一人で問題ないわよ。確かに。しかしですな。まあ、そうなんだけどね。エマさん、ユーマにお茶でも出してあげて。それじゃ、また後で。お、姫、お待ちを。ほら、エマ。なぜ姫？計画って？
何のこと？バローズおじさん。あ、いや、何でもない。気にせんでくれ。いや、そんなことより。おい、ユーマ！お前は姫を一人で行かせるつもりなのか？なんと情けない。それでも男か？ストーリーはちょっとな。でも、ソニアは様子を見に行くだけだって。ぐちゃぐちゃ抜かすな。今すぐにお前も姫の後を追うのだ。さもなくば。どうして？反論しても無駄です、光竜様。バロース殿はとても頑固な方ですから。めっちゃ綺麗やんな、この神がよ。下手に立てつくと一晩中お説教されますよ。こんなの多いな。このキャラクターのさ、全員の人ってさ、それでは私もご一緒いたします。すぐに追いかければ町の外でソニアに合流できると思いますの。はあ、町の外で何んだよ、もう会話がよ、ちょっと会話が長いんだ。会話飛ばしますね。今行きますから、猫をここで休めると。ねえ。さあ、キリカを追いかけよう。パートナー設定。パートナー設定してみる。アイテム。バリン、何かしら。これか、スキル。まあ、何もすごいね、これね。ハブ。これはもうこのままでいいや。とりあえず。やっほー。とりあえず行くか。どこ？話聞く？話聞く？飛ばしますね。このモブのねやつだね。あれあれなんで。元気？聞いた方が良さそうですね。あ、でもまずはストーリーを進めていきたいので。どこ？これか。これかな？これのね。あ、今出たね。今出たね、これをね、サムネにしたいなって思いますんで、ちょっと。いろんなとこ行って、遠いな。こっちに合ってるのか？しかし。こっちで合ってるのか？遠い。遠いぞ。こっちで合っているのか？
分からんが、合っているのかな。こうね、あの、あれ、合ってないがどこなの。どこなんだろう、近く。こんにちは。あ、引っかかった。ジャンプできないよ。どうかしたかい？失礼しました。あ、ここか。な、あ、ここだわ。キリカーン。二人ともなんとかかんたら。まあとりあえずここは普通に行こう。もう時間ない。てかあれがあるんだよね。ワープできるようになった。さあさあ、あー、これな。イエスノーでなんとかせえ。あのね、こちらに来ます。かかってください。あー、これで指示が出せるよみたいな。どうだ。これですね。し、あー、もうなんだ。これで指示が出せるぜみたいな。あれ、こっち？どうだ。食らいなさい。食らいなさい。逃すなよ。あ、三角。いいよ。逃しません。一三角使いやすい。耐えられるか。逃しません。食らいなさい。いやー、どうだ。倒れたぞ。あ、三角で、三角で。食らいなさい。倒れたぞ。食らいなさい。これで。戦いをしに行くかつまらないけど、まっすぐか。まっすぐか。まっすぐ。これ違うの。左。あ、違う。え、張り切っていきましょう。まっすぐなのか。うわ、え、まっすぐなのか。左、ちょっとわからない。まあまあいいか。来るわよ。準備して。左でも気づかれた。左って言ってみたんだ。まっすぐだって言ったんですけど、あ、こっちだった。逃しません。とりあえず、こちらの位置。
ちょっと、あーでもちょっとな、あこれで見れるよみたいな感じか、これで。わかりました。ちょっと、これの方がやりやすい。こいつ死んだら終わりだから、考えると三角で気づかれた。うわめっちゃ楽だこいつ、これめっちゃ楽、めっちゃ楽、みんなクリカめっちゃ楽よ、これめっちゃ使いやすいよ、うん、めっちゃ使いやすい、うん、めっちゃ使いやすい、クリカめっちゃ使いやすい、なんかめっちゃ使いやすい、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 はい、レベルアップで、レベルアップなんですけど、デラメールって333332、ちょっとね、戦いをもうちょっとねしていきましょう。カットがね、奇襲攻撃した方ができるだけいいってことですね。逃しません、食らえなさい、食らえ、逃しません、もう AI すげえ楽、確かに AI はすごい楽。はい、行きましょうか。こいつよ。大丈夫だよ。見てくださいね。止めてみるか、それともこのまま見るかって。うわー、この部分は弱い。漢字がね、一切読めないんですよ。戦闘時、あ、これな、これな、うん、これな、うん、これ使うわけじゃない、使いたくない、使いたくないんだよ、うれしい、あ、やべえ、やべえ、ヒールはバツか、ここに、いや、ヒールはバツか、あ、マジで死んじゃったよマジで死んじゃった、本当に、とアイテムで、あれ三角か、ないじゃん、あ、マジか、死んじゃった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 、え、ずるい、死んじゃったよ、タイトル画面に戻る、コンティニューしよう、それでコンティニューしてパーティーを、そうだね、これにしようか、これでも使いやすいんだよね、やろう、おー、やろう、いっ
た。キリカ頼むぜ。キリカ頼むよ。キリカ頼むっつったろ。まあ、頼むって言ったのに。あのキリカは本当に慎重な選手なので、この辺で逃しません。食らいなさい。そうだ、逃しません。ダメじゃん。よし、待って待って待って。逃しません。食らいなさい。ちょっと無理なんだけど、これさ、本気にしたらね、本当にやばいって言うから、これからしたらもう本気やばいって言うから、あれあれあれ、これで決める。あーやべえな、負けないで、負けたら負けないで、だからさ、待って回復するから負けないで。あのね、本当に耐えられない。こう落ちてる。キーブ20% に縮めないとダウンだ。逃しません。どうだ、食らいなさい。食らいなさい。逃しません。逃しません。さあ、よっしゃ。さあ、ちょっと引いてます。待って今のさ、ちょっと待って、今勝ったらダメだ。うぃ、やべえ、よかったぜ。あ、よかったぜ。いいだけで、倒せるかね。倒せるか。あ、金なんだ。ダメージ金とかなんだ。まあ、弱ったんな。あ、武器とかあんのかな、この先。食あかんかかん、唱えてる間動けないからさ、本当に。マジで。あー、俺いいのあんまり出したくないんだけど、メンバー逃げたくないよ。ノーキンだからさ、なんでね。ちょっと
マスクからこっちか。ダメじゃん今。待って、ダメじゃん今。ダメじゃん今。ダメやんこれ。今入れとってやめよ。ダメやんなもん今。これちょっとデリ上げさせデリだっけ。あ、ダメ、ユーマ死んだ。俺死にたくないよ。マジで死にたくないよ。モンスターはいなくなった。やった。ありがとう。いえ、戻る必要はないかと思います。どうやら気づかれてしまったようですな。バローズ団長、どうしてここに？
実はですな、非常に申し訳ないのですが、今回の依頼ではユーマに宿る交流の力とユーマ自身。そうだったんだ。その通り。モンスターの目的、やはり思った通りでした。バロンス団長、それはあんまりなんじゃないの？私はともかくユーマに対して、キリカも言ってやりなさいよ。交流様に対して失礼ですとか。失礼ではありますが、交流様、またバロンス殿の企みに気づいていながら、交流様のお姿を拝見したいが、これらのことに照らして考えますと、ね、私にはバロンス殿を非難する資格はないような。あのね、まあいいわ、私からもお父様にお伝えするわ。一緒に戦ってくれたユーマの様子をね。